アイオアはアメリカ海軍の戦艦。アイオア級戦艦のネームシップ。艦名はアメリカ合衆国29番目の州にちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。アイオアは1940年6月27日にニューヨーク海軍造船所で寄港した。ビッグスティックの愛称で呼ばれたアイオアは1942年8月27日にアイロウォーレスによって命名。 震水し、1943年2月22日に、初代艦長ジョン・エル・マックレア大佐の指揮下収益した。収益直後は、灰色二色の海長名祭、太平洋配備後は、黒と灰色の特殊海長の二色名祭が、施されていた。1943年2月24日、アイオアは、チェサピーク湾で、艦熟訓練に出航し、その後大西洋岸に沿って、 成長公開を行った。8月27日にニューファンドランド島のアージェンティアに向かい、ノルウェー水域で作戦活動にあったドイツ戦艦ティルピッツの脅威に備えた。9月にイギリス海軍の攻撃によりティルピッツが行動不能になると同海域を離れた。11月にアヨワはカイロ会談、テヘラン会談に出席する。 ルーズベルト大統領を乗せ、カサブランカと米本国を往復していた中、11月14日に来撃訓練中にルーズベルト大統領が乗船している仮想標的のアイオワに駆逐艦ウィリアム・ディ・ポーターから過失で仮想魚雷発射中に実弾魚雷1本が誤射され、アイオワは回避運動して魚雷を振り切った。1944年1月2日にアイオワは、 第7戦艦戦隊の機関として、太平洋水域に出動、マーシャル諸島攻略に加わった。1月29日から2月3日まで、フレデリック・シー・シャーマン海軍少将を率いる空母機動部隊のクエゼリン艦将、エニウェトク艦将への攻撃を支援した。続いてトラック島、カロリン諸島攻撃の支援に参加、アイオワト領艦は2月16日に分派されて、 北に退却する日本軍艦艇への攻撃に向かった。2月21日には、マリアナ諸島のサイパン、テニアン、ロタ、グアムに、初めての空襲を行う高速機動部隊に、随伴した。3月18日、ウィリス・エイリー海軍中将の機関としてアイオワは、ミリ艦渉への砲撃に参加するが、戦闘時に、日本軍の砲撃を受け損傷した。損害は警備で攻撃は継続された。 その後3月30日に第58任務部隊に合流し、パラを呼び、カロリン諸島のウォレアイ干渉への航空攻撃を数日間支援した。4月22日から28日までアイオアは、ホーランジアの戦いにおいて、ホーランジア、アイタペ、バクデでの陸軍の攻撃支援を行い、29日、30日は、機動部隊によるトラック島への再攻撃に参加。 5月1日は、ポナベの日本軍施設に対する砲撃を行った。6月12日には、空母部隊によるサイパン、テニアン、グアム、ロタ及びパガン諸島に対する攻撃時、空母の護衛を行った。13日、14日は、空母部隊から離れサイパン、テニアンに対する砲撃を実施した。六月十九日のマリアナ沖海戦では、第十八機動部隊の一部として、 日本艦隊からの4度の大規模な攻撃に対する戦闘を行った。この戦闘では日本の艦載機戦力のほとんどが壊滅したが、その中でアイオワも3機を撃墜した。さらに追撃を行い、1機の雷撃機を撃墜、両艦と共にもう1機を破壊した。7月はマリアナ諸島に泊まり、パラオへの空襲とグアムへの上陸支援を行った。 一ヶ月の休養の後、エニウェトクから第三艦隊の一部として再配置されたアイオアは、9月17日に、ペリリュー島上陸の支援を行い、その後フィリピン攻略支援を行った。10月10日にアイオアは、沖縄水域に到着、沖縄諸島、台湾への攻撃を行い、10月18日に、ルソン島、攻撃、20日には、マッカーサー将軍率いるレーテ島上陸部隊の、 支援を行った。アメリカ軍のフィリピン攻略に対する反撃として、日本海軍は、レーテワンのアメリカ軍に対して、大規模な艦隊戦を挑んだ。10月24日の渋谷海海戦で、アイオワは、第38任務部隊と共にあった。日本のクリト艦隊は、渋谷海を通り、サンベルナルジの海峡へ向かっていったが、激しい空襲を受けて、一旦反転した。 ウィリアム・ハルゼ提督は、栗田艦隊反転の知らせを聞き、栗田艦隊はすでに戦闘能力を失ったと判断した。アイオワと第38任務部隊は、北方の小沢艦隊の後を追った。そして10月25日、小沢艦隊がアイオワ主砲の射程内に入る寸前に再反転した栗田艦隊がサマール島沖で、 アメリカ軍護衛空母部隊を攻撃しているとの知らせが入った。アメリカ軍上陸拠点に対するこの脅威のため、アイオワと第38任務部隊はやむなく反転して脆弱なベビーキャリアの支援に向かった。しかしながらその時すでに護衛空母の噴戦は日本艦隊の攻撃を退け、アイオワは水上戦闘の機会を逃した。冷凍機海戦の後もアイオワは フィリピン沖に泊まり、ルソン島と台湾に対する空母の攻撃を支援した。しかし1944年12月に、コブラ台風で一のプロペラ推進軸を損傷し、修理のためアメリカ西海岸に向かった。アイオワは1945年1月15日に、サンフランシスコに修理と近代化改装のため到着し、3月19日に沖縄に向けて出港。 4月15日に到着した。沖縄戦では上陸部隊支援の空母に対する護衛を行った。その後5月25日から6月13日まで九州南部に対する空襲を支援した。アイオアは日本本土の製鉄所や産業施設に対する攻撃に参加し、7月14日、15日には北海道の室蘭市を攻撃、17日、18日には 茨城県の日立市及び勝田町に対して砲撃を行っている。8月15日の終戦までアイオアは空母部隊の支援を継続した。アイオアは8月29日に占領軍とともに東京湾に入った。9月2日の降伏町員式に帰還として参加し、その後9月20日に帰国の途に着いた。ワシントン州シアトルに10月15日に到着し、 その後1946年1月に第5艦隊機関として再び日本へ向かった。アイオアは機関任務を3月25日まで継続し、その後1948年9月まで西海岸で作戦活動に従事、予備役兵の訓練及び艦隊との演習を行った。アイオアは1949年3月24日に予備役となった。 北朝鮮に砲撃を行うアイオワ朝鮮戦争の勃発で艦隊の充実が急務となり、アイオワは1951年8月25日に、ウィリアム・アールス・スメットバーグ賛成艦長の指揮下斎収益した。1952年3月まで西海岸で作戦活動を行った後極東へ展開した。1952年4月1日に、 ロバート P ・ブリスコー海軍中将を率いる第七艦隊の機関として横須賀を出港、韓国で国連軍を支援した。4月8日から10月16日までアイオアは朝鮮半島東海岸沖で活動し、白津、江南、高城への艦砲射撃で地上部隊を支援した。この間にブリスコー中将はジョゼフ・ J ・クラーク海軍中将と交代し、 クラーク中将は10月17日まで期間としてアイオワを使用し続けた。アイオワは10月19日に横須賀を執行しオーバーホールのためのオフォークに向かい、その後カリブ海で訓練活動を行った。アイオワは海軍士官学校生を上官させ1953年7月に訓練のため北ヨーロッパへ向かった。その後すぐに NATO の大規模訓練を演習。 オペレーションマリナーに、エドマンド・ティ・ウルドリッチ海軍中将を率いる、第二艦隊の機関として参加した。この演習の後は1954年の秋まで、バージニア・ミサキス駅で活動した。1954年9月に、大西洋艦隊戦艦巡洋艦部隊の指揮官、R.E.、ER、リビー海軍少将の機関となった。1955年1月から4月までアイオアは、 第6艦隊配属戦艦として地中海への拡張巡航を行った。6月1日に海軍士官学校生の訓練巡航に出航し、帰還すると4ヶ月のオーバーホールのためにノーフォーク入りした。修理の間も1957年1月4日まで断続的な訓練演習を継続し、その後地中海の第6艦隊に合流するためノーフォークを出航した。 地中海での任務が完了するとアイオアは海軍士官学校生を上官させ南アメリカでの訓練巡行を行い1957年6月13日には国際海軍調査にハンプトンローズから参加した1957年9月3日アイオアは NATO のオペレーションストライクバックへの参加のためスコットランドへ出港した1957年9月28日に ノーホークに帰還し、10月22日にフィラデルフィア海軍造船所に向けてハンプトンローズを出港した。1958年2月24日に予備役となり、フィラデルフィアで大西洋予備役艦隊入りした。主砲を制覇するアイオワ2番砲塔の爆発事故スイスン1に経流されるアイオワ25年にも及ぶモスボール保管の後、アイオワは同級三隻とともに、 レーガン政権下の600隻艦隊構想で最終駅が決定し、ルイジアナ州ニューオーリンズのエイボンデール造船所で近代化改修が開始された。その後ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で改修が完了し、1984年4月28日に最終駅した。アイオワは1984年、85年、 86年、87年から88年にかけてヨーロッパ水域に展開した。この間に海軍はニューヨーク、スタテン島のステープルトンに母校を建設する予定であったが、その計画は取りやめとなった。1989年4月19日、2番砲塔内で爆発事故が発生し47名が死亡した。海軍犯罪捜査局は、 当食レートンハートウィグという水平が2番砲塔内で爆発物を爆発させ自殺したと断定したが、この説は後に放棄された。アイオワ艦長フレッド・ムーサリーは問題の取り扱いに関して非難され、海軍は砲塔内での創薬取り扱い手順を変更した。同年中頃にアイオワはヨーロッパと地中海に展開した。1990年10月26日に、 予備役となった時点で2番砲塔は修理されなかった。アイオアは予備役艦隊の一部としてニューポートの海軍教育訓練センターに1998年9月24日から2001年3月8日まで経流され2001年4月21日にサンフランシスコのサスーン湾内の海軍予備役艦艇白地に移動した。は砲塔爆発事故を起こしたにもかかわらず 予備役のままにあった。姉妹艦のニュージャージーの方が良好な状態にあり、16インチ砲訓練機構は溶接されていたが、海軍はニュージャージーをモスボール化することに決定した。ニュージャージー補修のコストはアイオワを補修するより少額で済むと考えられたが、1999年のストロームサーモンド国防認可法によりニュージャージーの代わりにアイオワの補修が要求された。 また海軍はニュージャージーをすでに博物館として寄贈する準備をしていたため、1999年1月に海軍はアイオワとニュージャージーの処遇を切り替え、ニュージャージーはニュージャージー州カムデンの手に渡った。アイオワは1996年の国防認可法に従い2006年まで維持され、 海軍長官はアイオワを除籍し博物館へ転用できるようにしたが近代海軍での戦艦の存在意義を信じる人たちがこれに反対したロサンゼルス港で博物館として公開されているアイオワ数ヶ月にわたってカリフォルニア州サンフランシスコでアイオワを博物館として公開するという計画が考えられたが2005年にサンフランシスコ市議会が アイオワの補修維持を行う案を8対3で否決し、これによって、ストックトンがアイオワを誘致することとなった。ストックトンは、年間約12万5000人の観光客を見込んで、サンワーキン川正面の8000平方メートルを、アイオワ停泊のために準備した。アイオワは、博物館転用のため、ロードアイランド州、ニューポートのニューポート海軍基地で一時的に、ドック入りした。 2006年の国防認可法により、アイオワとウィスコンシンの除籍が可能になり、両艦を博物館として寄贈できるようになり、2006年3月17日に公式に除籍された。NPO 法人太平洋戦艦センターがアイオワをロサンゼルスの港に開港し、博物館として公開されている。アイオワは第二次世界大戦の選考により9つの 朝鮮戦争の先行により二つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。